阪神ヤクルトの16回戦今日は山崎と石井の投げ入れで始まりましたが、ヤクルトが一山タイムリーで1点を先制、それから4回にスミスのスリーランホームランが飛び出しました。タイガースが4回の裏に今岡のタイムリーで2点を返したんですが、また8回の表に古田そしてペタジーニのタイムリーが出まして2点を加えています。6対2スワローズが4点のリードを持って、これから9回の裏のタイガースの攻撃を迎えようというところです。三振の数が石井和久投手現在14です。セリーグの記録が金田さんの16というのが真海さん記録ということなんですね。はい、したがって今14、あと2つ取れば大記録、3つ取れば新記録ということになってきますね。そんな屈辱的なことは中田さんちょっと考えたくないですけども、じゃあ考えること言うから考えちゃうじゃないですか。ごめんなさい、まあ、三振の数が多いということで、いやもう三振ね、三振のこと考えないって、はい、この4点差をね、はい、どうやってね追いつき追い越すか考えましょう。そうです ね、はい、前向きでね、はい、前向きです。すいません後ろ向きな発言をしてしまって、3番の矢野からの攻撃になります。矢野、フロワーズ、八木、そして新庄と続いていきます。さあ石井和久に対してまず矢野です。狙いはね今のでいいんですよね。ただね体がねやっぱアウトコース行ってないでしょ。あそうです ね、ワイエンド2になりました。しかし9回になってもまだ146キロ、ねえ、スタミナありますよね。でまた7回から持ってきましたよ ね、なんかスピードが上がってきましたもんね。テンポも良くなりましたよね。そうですね、小谷コーチが無駄球が多いということの指摘もあったんですが、8回終わって116球という球数です。無駄球が多いっていうよりも、はい、はっきり言って無駄なフォアボールが多いんですよね。あなるほど。でもねこれはねもう石井の、ね、特徴ですよね。さっきの話だけどそのボールになってるんですけどね、はい、これコースを狙ってのボールじゃなくて思いっきり投げ込んでいってのボールなんですよ、うん、これもしょうがないですよ、はい、これがねコントロールを気にしてコーナーをついたりとかね、もうフォアボールを怖がってちょっと力を緩めてストライクを取りに行くとかっていうことになりますとね、はい、やっぱり石井の持ち味っていうのは消えてしまいますよ。それでたまにこの力がありますからね、はい、これが例えば137、8の球で、まあ、こういうフォアール多かったらとてもじゃないですよね、うん、148キロと出ました。さあ4番のブロワーズ、今日はフォアボールが2つと3打席目は空振りの三振でした。4000観衆が入りました甲子園球場です。昨日おとといと連敗、今日は何としてもこの3連戦一矢報いたいという対戦でありましたが、今のところ4点のビハインド。矢野はフォアボールのランナーです。
148キロ。真弓さん、もうブロワーズはもうただ見送るだけですか、今のボールはね。確かにね、インコースには来てますよね、はい。一つため息をつきました。このボールにね、次遅れてもらいたくないんですよ。うん、今のボールにね、結局甘いボールでしょ。そうですよね。うん、だからね、そのアウトコースの変化球をね、打ち損じるとかね、空振りをするっていうのはね、怖がらなくていいんですよ。ただね、今のボールだけはね、完璧に仕留めてほしい。そうするとね、怖さっていうのが出てきますよ。今のはこう石井にすると振ってほしいという感じのボールだったんですか。そうですよね。さあ、2エンド3フルカウントになっています。アウトコースのまっすぐ、2月に入ってタイガースが4連勝しているときには打点も5試合続いていました。ブロワーズ、勝負の球、レフトの前にボールが転がりました。矢野は三塁へ、ノーアウトランナー三塁一塁です。ここでブロワーズにダイソーが起用されますが、さあ今のブロワーズのヒットをご覧いただきます。真弓さん、まっすぐにはちょっと遅れてましたけども、今のはこう変化球に対応していった。あの、逃げるボールじゃないですからね、はい、あの、まっすぐでもね、打ちに行って今の対応できますよね。なるほど、ヒットを打ったブロワーズ、ここはベンチに下がりました。ダイソー、ピンチランナー田中が起用されています。ノーアウトランナー三塁一塁です。さあ、ここはモニターを見つめていますが、石井の次のピッチャーをベンチは考え始めているんでしょうか。中田さん、そうですね、あの、やはり高津ですよね。ダイソーはご覧のように田中修太起用されます。まあ、しかし、はい、その疲れが見え始めて打たれ始めたっていうピッチャーじゃないですからね、まだまだ148キロっていうスピードが出てますんでね、変えるっていうことはあんまり考えてないと思いますよ。そうですか。さあ、今日スタメンに起用されました5番の八木です。八木、新庄、今岡と続いていきます。9回の裏、4点差を追いかけるタイガース。今日の八木はセカンドフライト、レフトへのライナー、そして3打席目はショートへの偵察打に終わっています。さあ、ここはランナーを置いて八木の意地を見せてほしいところです。
ンと追い込まれました。さあもう大きな声援、大きなヤギコールが巻き起こっている甲子園。まっすぐ振っていきますが、いずれもファウルになっています。やはり今井さん、ちょっとボールの勢いに押されているという感じですか。早いですね、まだまだね、146キロ、そして147キロ。永田さん、9回にこのイニングになって、石井はちょっとまっすぐ多くなってますか。そうですよね、はい、であまりね、見ててね、考えないタイプでしょう、はい、だから逆いいですよね。古田が落としました。古田とペタティーニ、これはヤギ救われました。古田にエラーがついています。一塁方向ファールグラウンドに上がったボール、これはもう確実に取れると、取らなければならないフライ、したがってこの古田にエラーがつきました。ただね、今のフライなんかでもね、はい、先に古田が声出してるんですけど、ファーストが間に合うんであればファーストに取らすべきなんですよ。っていうのはキャッチャーミットっていうのはね、ああいうフライを取るのには、ね、なかなか打たないんですね。ファーストのミットっていうのは柔らかくて大きいですからね、ああいう楽に取れますよね。そうですか、まあ、普通野球の基本から言えばファーストのフライですね。あ、なるほど。さあ、一つ命拾いしました。バットは止まってます。一塁塁審の小林和弘さんが手を広げました。ここバットは止まりました。三塁ランナー矢野、そして一塁ランナーブロワーズの代走田中が一塁です。ブロワーズのヒットで4本になりました。スワローズのヒットは13本。2-3 まで来ました。新庄というところで小谷コーチがゆっくりとマウンドに近づいていきます。